Sparto. 激動の時代到来。発祥は沖縄。そこから日本中へと広がり、瞬く間に世界へと広がった武道空手。その誕生から100年以上を経て、大きな変動の時を迎えた。5年後の東京オリンピックの新競技候補として国際オリンピック委員会に正式提案されたのである。空手大国日本にとってはメダル獲得が大いに期待できる競技として注目が集まる。日本から始まり、多くの流派に枝分かれし、世界へと波及していった空手は、今ようやくワールドスタンダードな競技として認められたのである。そんな激動の時代を迎えた空手界で、今年創立51年を迎える極真空手が、4年に一度のビッグイベント極真空手世界選手権を開催。大会は直接打撃制、いわゆるフルコンタクト形式の組手で行われ、3日間のトーナメントによって世界一を決める。優勝までには最高8回の勝利を得なければならない激闘必至、史上最も壮絶な戦い。11回目を迎える今回は、世界120カ国より予選を勝ち抜いた48カ国192人が参戦。国を背負い、己の名誉をかけて、各国の猛者たちが世界一の座を目指し、しのぎを削った。昨年創立50周年、今年51年目、今年から次の50年が始まる、そこにあたっての最大行事ですから、今後をこう指し示すようなね、そういうその大会にしたいと。次なる50年のスタート、最強を志す男たちの新たな物語の幕が今上がる。第11回極真空手世界選手権。この放送は永谷園と御覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、ついにこの時がやってきました。4年に一度のビッグイベントです。第11回極真空手世界選手権の幕が切って下ろされました。振り返ると8年前の第9回大会、そして4年前の第10回大会と、王座を海外選手に奪われ続けている日本勢の復権はなるんでしょうか。それともワールドワイドな競技となった空手を継承する世界各国の強豪たちが王座につくんでしょうか。その覇権争いはまさに群雄割拠、混沌とした様相を呈しております。それでは解説ゲストの皆さんをご紹介いたします。まず解説には極真会館総本部の杉村太一郎師範、そして極真会館日本代表選手の副監督でもあります鳴島流師範代にお越しいただきました。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずは杉村さん、いよいよこの日を迎えることになりましたけれども、今の心境を教えてもらえますか。海外の選手も含めて全ての選手に素晴らしい戦いを繰り広げていただいて、歴史に残る大会にしていただきたいと思います。新たなステージを迎う一日に、なるかどうか楽しみです、はい、そして鳴島さんは今どういうふうに感じていらっしゃいますか。そうですね、新しい年を迎えて歴史を塗り替えるような選手が出演してもらいたいと思います、それが、自分の立場で言わせてもらえれば、日本人選手であっていただきたいと、そういうふうに願っています。日本勢の戦いぶりにも注目です。そして本日は豪華なゲストにもお越しいただいております。ボクシングロンドンオリンピック金メダリスト、プロに転向して世界チャンピオンへの道を邁進中です、村田亮太選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、村田さんは同じ打撃競技の選手でもありますが、極真の試合どういうふうにご覧になるつもりですか。いや、考えられないですよ、はい、63キロから130キロまでの選手が、そうですね、殴り合うわけですから、はい、ボクシングとはまだ全く違いますけど、すごく楽しみにしてます。また刺激をかなり受ける一日になりそうですね。そうだと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そしてアシスタントには女優モデルとして活躍しながら空手の黒帯を持つハイキックガールの青野楓さんです。青野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。青野さんは今回も日本人選手の稽古現場に取材に行かれましたけれども、密着取材してみて、はい、今年は感触はどうでしたか。3人とも取材に行ったんですけど、はい、皆さん残っていますので、よろしくお願いします、はい、すごい楽しみです。さて、今回の世界大会ですけれども、決勝戦の前に全日本空手道連盟による演武が行われます。実はこの演武ですが、空手の歴史において大変重要な
キーワードがあります。そのキーワードですが東京オリンピック、この言葉、まずはこちらの VTR からご覧ください。今年4月、空手界に衝撃が走る。長年別々の道を歩んできた極真空手と全日本空手道連盟が5年後の東京オリンピック実施競技入りを目指して協力関係を結ぶことを発表した。これは空手界において歴史的な瞬間。今から50年前、数百の流派に分かれていた空手に統一的な秩序をもたらそうと6つの協力団体を中心に結成された全日本空手道連盟。しかし史上最強の空手を目指し、より実践的な組手を重んじる極真会館は、全空連の組手、いわゆるポイント制の寸止めルールは自分たちの求めるべき道とは相反するとし、連盟には加盟せず、これまで別々の道を歩んできた。同じ空手という武道でありながら50年間交わることのなかった2つの空手道。しかし東京でのオリンピックを5年後に控え、両者の関係は大きく変わり始めた。オリンピックっていうのは、まあそれはもう世界のね、最大のスポーツイベントで、非常に社会的権威の高い大会ですしね、オリンピックに空手競技が入るということはもう何を言っても素晴らしいことだと。IOC や JOC にしてみたら、まあ、空手界が、まあ、一つになってないというようなところがね、マイナス材料で今までこう少なからず影響があったんじゃないかと。もちろんその個々の団体やね、まあ、流派におけるその主義主張っていうのは切磋琢磨する材料にもなるわけですから、それは決して悪いことじゃないと思うんですけど、やっぱりね、協力関係であるべきと。で、私自身もそう感じたように、今の門下生の人たちもね、将来自分もオリンピックで金メダル取りたいというふうに思う人たちも多くいるはずなんですよね。まあ、そこに対してそのうちの門下の人たちが、挑戦していけるようなね、その道筋だけはつけてあげたいと。で、極真会館的に言えば、世界大会が終わったら早速そのオリンピック競技になるかならないかの以下にかかわらず、全空連から指導員を招聘して、そのノンコンタクトスタイル、またはその型に対する全空連の指定型、まあ、その型を学ぼうと定期的に講習会を開く。それを全国的に拡散していくと。極真会館から一人でもね、オリンピック日本代表選手がね、出ればいいなと。杉村さん、本当に楽しみな状況になってますね。そうですね、はい、空手が正式な種目になれば、まあ、スポーツファン、オリンピックファンの方々に、まあ、空手が目に触れるということで本当に楽しみにしています。また一つ日本が盛り上がる大きな要素に、ね、なってきそうです。そして村田さん、ボクシングの金メダリストとして村田選手から見てどういうふうに感じていらっしゃいますか。まあ、日本で最も伝統的な競技の一つと言っていいものが、はい、オリンピック競技になるとしたら、これはすごく楽しみですし、はい、ぜひ実現してほしいですね、はい、大変な注目を浴びることになりそうです。それではここで極真空手世界選手権の試合ルールを簡単にご紹介いたします。試合はオープントーナメント方式です。無差別級で行われまして、本戦は3分、一本勝ちか判定によって地位を決することになります。本戦で勝敗が決まらない場合は延長2分、さらに決着がつかない場合は再延長2分が与えられることになります。しかしそこでも決着がつかない場合、体重判定、それでも決着がつかない場合は事前に行っていました試し割りの枚数で試合を決することになります。192人が覇権を争うトーナメント、各国の猛者たちが素晴らしい激戦を繰り広げてきました。これまでの激闘をダイジェストでまとめました。こちらをご覧ください。第11回極真空手世界選手権、192名の出場者を ABCD4 つのブロックに分け、3日間をかけ戦う過酷なトーナメント。会場は出場48カ国のスタッフ、応援団などで国際色豊かな光景が広がった。歴代世界王者たちも揃う中、続々と4回戦進出者が決定。日本のエース格はこの2人、階級別の世界王者
ゼッケン1番を背負い、狙うは世界王者荒田翔輝。アキレス腱断裂の大怪我から復帰戦となった世界大会、一昨年の日本王者安嶋恭平。この2人が口を揃えて答える最大のライバル。やっぱダルメン選手は当然なんですけど、自分の中での一番はダルメン選手ですね。ロシア、ダルメン・サドボカソフ。昨年の全日本大会を圧倒的な強さで制し、ビッグタイトル獲得。32歳ながら、まだ衰える力強さは1回戦から全開。躍進するロシア勢の象徴ダルメン。しかしロシアはこのダルメンだけじゃない。その大きな原動力となっているのが若手ファイターの台頭。前回大会を制したニコラシビリも20歳。ヤングロシアンが続々と4回戦に名乗りを上げた。その勢いは優勝候補も粉砕する。オールアメリカンを2連覇中、ダルメンと並び優勝候補と目されていたイエロメンコがロシアの無名ファイターに大苦戦。優勝候補を破ったのは若干19歳のコロソフ。さらにこの男も、今回逃したら次回は分からないっていう、今回で最後っていう気持ちで。引退をかけて臨んだ世界大会。しかし鎌田翔平の思いは空回り、延長戦に入るともう余力はなくなっていた。番狂わせを起こしたのは20歳のコバレンコ。今や極真空手はロシア勢を中心に回っている。おじゃしかし空手母国日本も負けてはいない。史上最年少世界王者へ、20歳の若武者上田美希夫。最終日を最高に持ってきた日だったんで、今日は 80% ぐらいで、あとはもう若さなりに楽しんでやっていきます。極真空手新世代のエース、一本勝ちを量産する一撃の貴公子高橋優太。強いんで、やっぱり自分がどこまで通用するのか、楽しみでもあるし、絶対ロシアは止めなきゃいけないと思ってますんで頑張ります。史上最年少での世界大会出場、17歳高校2年生の南原健太。ここまで来たら上目指して、最後気持ちなので絶対諦めないで世界一目指して頑張りたいと思います。年齢はまだ17歳ですけれども、十分はトップの選手たちとやり合えるだけのものを持っていると思いますので、どんどんベテランたちを、ね、逆に食って上に登っていってほしいなと思います。さらに19歳の大沢嘉志も4回戦進出。日本の若手も着実に成長を遂げていた。ベテラン勢も黙ってはいない。若手にはない経験と実績はすでに世界トップクラス。その一人が日本の森善十郎。自分の試合の前に鎌田が負けてしまったんで、絶対負けるわけにはいかないと思って3回戦戦いました。森の闘志に早くも火がついた。前回の世界大会第3位のカパナーゼ。精密機械の異名を持つダミアノフ、フランスのベルコジャなど強豪勢がずらり。
今まであればフットワークを駆使する選手が結構多かったんですけども、本当に正面から打ち合うという展開の試合が非常に多くてですね、そこで今引いたら負けるみたいなような状況が出ていて、今まである戦い方と少し違ってきているのかなということを思います。そういったところですね、日本選手たちともう一回早急にですね、対策を練り直して、明日の決勝の大会では絶対に日本が王座を取り返せるように、選手勝利したいと思います。躍進を続けるロシア勢の大会連覇か、最強布陣で挑む日本の王座奪還か、それとも新たな強豪国が極真の歴史に名を刻むのか、壮絶な戦いの結末やいかに。さあ大会3日目となりましたが、32人の選手たちが勝ち上がってくることになりました。杉村さん、そして成島さん、ここまでの戦いですが、この顔ぶれご覧になってみていかがですか。まずは杉村さん、お願いします。まず優勝候補の、日本の優勝候補筆頭だった、鎌田選手が負けてしまったと、あと海外のですね、アレクサンダー・イエルメンコ選手、この選手2人が負けてしまったのが、バンクルワセといったところです。そうでしたね。成島さんは注目点どこになりますか。そうですね、勝つべきして勝ち上がってきた人間が、30人揃ってると思うんですけども、その中でロシアの若手が結構多いのに注目します。一つ注目点はロシア勢対日本勢というところが大きな注目点になってきます。さあ、それではここで1975年から40年、今年で11回目を迎えることになります、極真空手世界選手権の歴史を振り返ってみたいと思います。この大会が極真空手にとっていかに重要な意味を持つのか、 VTR をご覧ください。極真空手の生みの親、大山増達総裁。彼が1958年、空手の世界普及を目指して記した本こそ What is 空手。英文で書かれたこの空手教本は、発売して数年で世界的な大ベストセラーとなった。日本で生まれた武道空手が一冊の本から世界へと広がり始めた瞬間であった。各国で空手人口が増えていく中、大山総裁は史上最強の男を決めるべく、顔面と急所以外への素手素足による攻撃を認めた直接打撃ルールによる組手トーナメントを開催。これこそ最強を志す男たちの歴史、極真空手世界選手権。その幕開けとなった1975年の第1回大会、世界36カ国128名の強豪が集結し激戦を繰り広げた。決勝で牢山初を下した佐藤克明が初代王者に輝いた。4年後の第2回大会、打倒日本を掲げる海外勢に苦戦を強いられるが、底力で勝る日本勢が決勝に進出。中村誠が三平刑事を下し王座獲得。続く第3回大会も優勝し、中村が見事2連覇を達成。1987年の第4回大会、伸びいく海外勢の実力をして、それまで守り抜いてきた日本人の王座死守が最も危ういとされていた。しかし決勝に勝ち上がってきた松井翔慶がスイスのアンディ・フグを延長2回の末判定で下し優勝。日本最後の砦が執念で王座を守りきった。その後も日本人選手の誇りをかけた戦いぶりが海外勢の勢いを跳ねのけ、王座は日本人が守り通す。しかしその時はついに訪れる。1999年第7回大会、海外勢の中でも精鋭揃いのブラジルからフランシスコ・フィリオが決勝に勝ち上がり、前回準優勝のカズミはじめと対戦。試し割りでワンタン枚数、試し割り判定の末フランシスコ・フィリオが優勝。初の外国人王者がここに誕生した。海外に王座を奪われてから4年、誇りと名誉を奪回すべく日本勢が決死の覚悟で臨んだ第8回大会。決勝まで勝ち進んだエース木山仁が日本の期待を一身に背負い、
ロシアのセルゲイ・プレカノフと対戦。接戦の末、見事木山が勝利。日本が王座奪回に成功した。しかし2007年以降は凄まじい勢いで成長する海外勢の厚い壁に阻まれ、日本人は決勝まで勝ち上がることができず、2大会連続して海外王者が誕生するという現実に。ただしこれは悲観すべき状況では決してない。 What is 空手を世界に向け発信した大山総裁が目指したグローバルスタンダードな極真空手が半世紀の時を経て完成を見たと言えるのだ。そして迎えた今年、第11回極真空手世界選手権。果たして12年ぶりに日本人王者が誕生するのか、またしても外国人が王座につくのか、世界一の行方は。さあ、ということでご覧いただいた通り、2003年以降日本人選手の優勝が遠のいてしまっている状況です。勝ち残っている日本人選手に青野さん頑張ってもらいたいですね。はい、はい、それでは本日行われた4回戦から準々決勝までの模様をご覧ください。おはようございます。おはようございます。じゃあね、今日最終日です。しっかり、ね、気を締めていきましょう。よし、じゃあ日本優勝するぞ。はい、よっしゃよっしゃ。じゃあ私も一発お願いします。誰か。よっ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 しゃよっしゃ。自分らももらわないと思う。じゃあ反対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 。さあ痛い。優勝することにどんな意味があると思いますか。極真っていうのはやっぱ無差別で勝てなきゃ意味はないので、やっぱりこう無差別の世界一っていうのはなんか人間としても成長できるんじゃないかなと。一撃の貴公子高橋優太22歳。一本勝ちを量産し大きな成長を遂げた昨年の全日本大会。日本一躍極真を背負う存在となったが、その歩みはまだ道半ば。支える人々の存在が男を強くする。同い年で家族背負ってこう自分が選手でやってるっていうことがすごいなって思う。そうですね、なんか自分の中で変わった気がしますね。やっぱ負けられないなみたいな、自慢のパパになりたいとか、そういうなんかやっぱそういう気持ちも出てくるし、パパはすごかったんだよって言えるように頑張んないといけないですね。さらなる成長に導くもの、それこそが世界大会制覇であり、周りの人々の支えである。その思いは高橋と共にある。いろんな方が支えてくれたんで今こう頑張ってるんで、優勝して本当応援してくれるみんなに恩返ししたいですね。はい、一撃の貴公子いざ出陣。そしてトーナメント4回戦、日本の高橋優太が出てきました。まずは前蹴りから入りました。青野さん、はい、青野さんは高橋取材もされていますから、はい、何かこう大きな思い出あるんじゃないですか。そうですね、本当に練習を激しい練習を見てきたので、はい、その成果を出してもらいたいなと思います。今日の高橋の表情をご覧になってどうですか。あっと回し蹴り、はい、集団出ました。下段で返します。ストルグンボエ、高橋選手は 1,2 回戦不戦勝なので、はい、まだまだ多分体力は有り余ってるかと思います。はい、初戦となったのが3回戦、まあ、下段蹴りを多く出しました。そして体のバランスも非常にいいこの高橋優太、初めての世界大会中段回し蹴り。鳴島さん、はい、今日の高橋のこの蹴りどうですか。いいですよ、はい、スピード乗ってると思います。中段、またそのファルークですね、もともとすごいいい選手なんですけど、はい、今回体重をかなり上げてきてるんで、パワーも増してかなり打撃力上がってると思います。ロシアのファルークは3回戦では元全日本王者アレハンドロ・ナバロを圧勝いたしました。圧力でかなり押しました。
そのあたりは杉村さん、圧力で押したというのは体重が増えたことも関係してますかね。そうでしょうね。でもこの距離で戦うと高橋選手ちょっと苦戦するかもしれないですね。となるとこれ高橋どういう距離がいいですか。もうちょっと離れて足技行きたいところですけど、はい、だいぶ打ち合いに付き合ってますね。ははもう少し距離を取った方がいいという高橋優太。これがあっと胴回し回転蹴り、胴回し回転蹴りを見せました。一撃の貴公子高橋優太22歳です。高橋は突きをもらわない方がいいですね。突きをもらってあの状態固まって、そのままあの下段までもらってしまっている状態が続いているので、はいはい、まずはファルークの突きをしっかりかわしたい。今みたいなその前蹴りいいですよね。この前蹴りですね、はい、村田さん、やっぱりボクシングも空手もそうなんですけども、この立ち技の格闘技、距離というのが非常に大事になってきますよね。そうですね。自分の得意な距離、まあ、全てにおいてですけど自分の得意なところで勝負するべきなので、はい、このあたりは共通するかなと思います。なるほど。さあ激しい打ち合いです。ここで止まっちゃダメですね。ファルークが押す。ファルークの突き、そして下段、ファルークが圧力で押します。ああそして前蹴り、前蹴り、高橋が押し返した。しかし場外です。鳴島さん、はい、この高橋の動きどうですか。今のいいでしょう。高橋も下がりません。青野さん、はい、高橋前に出てもらいたいですね。そうですね。もう本当に高橋選手の蹴りが速くて大好きなんですよ、ね、はい。さあ突きから下段、突きから下段、高橋の突きから下段だ。今年は型の大会でも優勝しました。ファルークも返す。ファルークの圧力、残り時間が15秒を切ります。高橋いいですよ、はい、一番高いです。鳴島さん、ここ勝負どころですよね。はい、ここで行かないと。高橋も押し返す、突きで押し返す。ファルークも押してくる。ファルークの圧力、ファルークの圧力、打ちまた。残り時間が少ない。下段を出したところで試合終了。勝負は判定です。引き分けです。延長戦、2分間の延長戦に突入です。さあ2分間の延長戦が始まりました。杉村さん、はい、高橋に何を期待したいですか。まあ、あの負けるイメージは湧かないということを試合前に言ってましたので、はい、まあ、有言実行してもらいたいですね。強い突き、鳴島さん、はい、今ファルークのかなり強い突き入りましたね。そうですね。ここで止まっちゃいけないですよね、はいはい、さっきのリズム、これを保ってもらいたいです、はい、やはり村田さん、はい、この格闘技においてプレッシャー、押す力っていうのは非常に大事になってきますか。まあ、やはり自分のペースになりますから、はい、そうなったらスタミナという面でも、あの有利に立ちますんで、はい、しかしファルークの押す力、上段回し蹴り、かなり強いものがあります。前蹴りで押し返す、高橋押し返す。ファルークも動き落ちましたね、はい、これちょっとどうですか鳴島さん、はい、ファルークも疲れが出てますか。そうです、そうです。やっぱりあの急激な体重を上げるっていうのが体力的な結構負担になりますんで、はいはい、ここ攻めどこですね。延長戦、高橋にチャンスが訪れます。青野さん、はい、延長戦、いよいよ高橋も勝負どころ1分切りました。そうですね。もうあとはメンタルと、あーと、これは顔面オーダー、勢い余ってしまいました。ファルーク顔面オーダーとなりました。口から出血があります。ちょうど倒れ込むところにちょっと突きが入ってしまいましたね。スローで見ましょう。左の正拳、後頭部も結構打ってそうな感じでしたけど大丈夫ですかね。高橋優太立ち上がります。やはりここ杉村さん、はい、勝負にかける強い思いというのが見て取れますね。そうですね。絶対勝ってやるって気持ちが出てますね。まだまだやってくれると思います。顔面オーダーの注意がファルークに与えられました。そして試合再開です。ドダマシ蹴り、そして突き、膝、おこの左ですね、します、はい、高橋が膝、飛び膝。鳴島さん、まだ距離遠いですか、はい、そうですね。この距離、今の打ち合いではここでいいです、はい、でこの横の変化が欲しいですね、はい、高橋横の変化が欲しい。ファルークがしかし押し返す。ファルークが押し返します。左、左の突き、左の突き、そうこの下段効いてます、はい、高橋の下段、しかし突きで押し返してきます。ファルークが上段は蹴り、高橋も懸命に突きを出す、突きを出す。出血を握らせながら突き落とし
します。そこで延長戦終了。勝負は判定です。高橋勝ちました。5回戦進出。いやー、鳴島さん、はい、苦しみながらの勝利でした。そうですね。ゼッケン41番大沢佳史、ほっとしたところでしょうか。一つの山を越えました。高橋優太5回戦進出です。ゼッケン48番キリル、ありがとうございます。上田いけるぞ。男が目指す最高の瞬間、やっぱ最年少っていう記憶が残るわけじゃないですか。やっぱ記憶にも残りたいです。上田美希夫20歳、極真史上最年少世界王者のチャンスは今回限り。偉業達成を成し遂げるべく、世界を知る松井館長直々の稽古で基本から厳しく学ぶ。この足がこっち向いたままこっちの足がこうやって蹴れるんだっていうの、さっき足開いてやっただろ。よし、このぐらい体を効かせて。よし、体を大胆に、まあ、大きな体を持ってるのにちっちゃく声で寄せたよ。よし、松井館長みたいなそういう選手が自分は理想なので、もうその人としても選手としての目標なので。刺すよ、パン。厳しい言葉は期待の表れ。20歳の若武者上田美希夫の快挙を期待する声は大きい。はい、期待はすごいされてると思うんですけど、プレッシャーとかはありますか？やっぱプレッシャーはやっぱないって言ったら嘘になりますけど、それがあったとしてもそんなの当たり前だっていう気持ちでやってます。まあ、それはどの選手にもあることなので、それに負けてるようじゃ極真の世界王者にはなれないと思います。トーナメントは4回戦、日本史上最年少優勝の期待がかかります上田美希夫が出てきました。対するはウクライナ、ただ一人残っていますエルダー・イスマイロフ。さあ、まずは序盤から上田が圧力をかけます。杉村さん、序盤のこの上田の攻撃どうですか？あ、いいと思いますね。お互いに倒す技を持っているので、まあ、一本勝ちが出ればとても見応えのある試合になるんじゃないですかね。はい、上田はなんといっても膝、飛び膝を得意にしています。青野さん、はい、やはりこの上田、史上最年少の優勝という期待もかかってますよね。そうですね、上田選手は取材していてすごい空手が大好きという印象があって、やっぱり大会への思いもより強いと思います。そして今大会の上田の戦いぶりどうご覧になってますか？青野さん、自分のペースにすぐに持っていけてるので、はい、すごい期待しています。非常に1回戦から3回戦安定した勝ち方でここまで勝ち上がってきました。下段蹴りで前へ出ます上田です。突きで返すイスマイロフ。対するは鳴島さん、はい、相手のこのウクライナのイスマイロフはどんな印象でしょうか？彼はすごく技が切れる人間で、また特に突きが強いんですよね。この突きの後から速い蹴りにつなげるのがすごく抜群なので、はい、そこをちょっと注意した方がいいですね。上田君もこれ、この今左のロー今すごく入ってるんですね、はい、これがポイントになると思います。左の下段回し蹴り、はい、これですね。ここから上段の膝蹴りにつなげてもらえると、また相手も脅威に感じるんじゃないでしょうか。はい、いわゆる相手の奥足を蹴っています。上田の下段回し蹴りです。今杉村さんはどんな印象でしょうかね、この一戦。そうですね、左下段回し蹴りいいと思いますけど、スマイロフ選手何か狙ってますね、技を。あ、そうですか。2年前は確か一撃賞っていって大きい大会でですね、一本勝ちの山築いて賞もらってるんですよね、はい、倒すのが上手い選手なんで油断しない方がいいですね。何かそのあたりは大きな技を狙っているか、ウクライナのイスマイロフ。イスマイロフに対して村田さん、あ、かなり上田が徹底的に下段蹴りいってますよね。そうですね、まあ、これやっぱりトーナメントなんで、僕は素人ですけど、はい、戦い方とかっていうのも重要になってくるんですよね。いや
やはり これから先のこととかも考えると、成島さん、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、いかにやはりダメージを負わないかというのがすごく大事なところです、はい、特にこの世界大会は長丁場なので、はい、優勝するには今日5試合を勝たなければなりません。残り30秒を切りました。膝で前に出る上田が膝で前に出る。あっと今場外です。勢い余ってイスマイル不場外です。成島さん、これでもいいんじゃないですか、はい、素晴らしいですね、はい、もっともっとどんどん行ってもらいたいです。はい、青野さん、いよいよ勝負どころですね、はい、そうですね、このままだといい調子だと思います。上田得意の膝が連打が出ました。そして前出る胴回し回転蹴り、イスマイロフ。残り時間が少ない、ここで試合終了、勝負は判定です。あっという間の3分間でした。日本の上田、5回戦進出。これは成島さん、上田期待が持てそうですね。はい、杉村さん、はい、非常に安定した内容だったんじゃないですか。そうですね、得意の膝蹴りと下段回し蹴りに加えて前蹴りもよく出るようになりましたね、はい、終盤は連打で見舞っていきました。そうですね、日本の上田美希夫が5回戦進出を決めています。ロシア、ありがとう。でもお兄ちゃんの練習についてって、多分自分もやりたいってなって。その日から13年、男は目覚ましい成長を成し遂げた。練習すればするほど結果もついてくるし、頑張れば頑張るほど強くなれるので。17歳高校2年生南原健太の挑戦。今時の高校生が極真の猛者たちと交わる。スパーリングやってる時も怖くて、気迫もすごいし技も怖いので、真正面で立って戦えなかったですね。覚悟を決め、あえて荒波で揉まれたその結果、はい、成長できました。負けたくないって思いも強かったので、自分が高校生の間で出るとは想像してなかったので、まあ、年はもう関係ないって思ってるので、試合当日は全力で勝ち上がっていきたいです。若さと勢いを最大の武器に世界へと立ち向かう。さあ、日本の南原健太、17歳の登場です。この世界の舞台で果たして彼が一体何をやってくれるのか、非常に楽しみです。いや、青野さん、はい、17歳の選手が世界を戦う、そして期するもの、いや期待するものあると思いますが。そうですね、見ていて試合がその若いパワフルな組手だなっていう印象があって、本当に頑張ってもらいたいですね。はい、どうでしょう、取材してみるとどういう風な選手なんですか。やっぱりでも取材すると本当に高校生で可愛い印象があったんですけど、試合になると本当に変わるので、本当に頑張ってほしいです、はい、さあ、成島さん、はい、この試合どういうところポイントになってきますか。彼のこの運動量ですよね、はい、いかに技をもらわないようにこの回転上げていくか、はい、でも積極的にやっぱり一本も狙っていってもらいたいですね。そうですね、はい、さあ、ここも突きを出してきます。まあ、杉村さん、本当にこの若い選手17歳が出てきて、杉村さんはどういう風な印象なんでしょうか。そうですね、まあ、彼の、まあ、師匠の川本氏にも聞きましたけど、はい、まあ、彼はまあこのままで今はいいと、若さの勢いと手数で、はい、まあ、どんどん暴れてもらいたいって話をしてましたんで。あ、そうですか、まあ、今これでいいんじゃないですかね、はい、またいろいろと覚えていって成長してくれればですね、思いっきり戦って最後まで頑張ってもらいたいですね、はい、これ倒れちゃダメですね。左の下段が効いたか、一瞬ちょっと下がるシーンが南原健太ありました。いや、しかし突きです。勢いに乗ってここは突きを出してくる南原健太。いや、村田さん、はい、17歳の若さで日の丸を背負うプレッシャーもあると思いますが、それでもこれだけの武器できてますよね。
いやこれだけダメージある状態で打ち返せてますから、はい、これからが楽しみですよね。そうですね。186センチ94キロ、恵まれたその体で、さあ頑張る健太、相手の攻撃を上回る、その付き合い、政権が出る、さらに行く、日本の大きな希望とそして可能性をこの南原健太が感じさせるか。いや鳴島さん、はい、おそらく足にはかなりダメージあると思いますが、そうですね、はいはい、それを超える彼の思いがあると思います、さあ今度は逆に相手が前に出てくる、南原健太、ここは踏ん張りたい、ここで倒れちゃダメですね、踏ん張らないと、若さとそして思いでこの本戦3分戦い抜きました。果たしてこの南原健太の戦いはどういう風に審判団に映ったか。白が3本以上なら南原、赤が3本以上ならばロシア、ヤロスラブが勝利です。赤が上がりました。4対0、判定勝ち、南原健太、残念ながら初めての世界、17歳の挑戦は4回戦で終わってしまいました。ただ杉村さん、はい、本当にこう可能性を感じさせる戦いだったと思いますが、そうですね、まだ高校生ですからね、まあ、ただ4年後はこうはいかないですからね、4年後は必ず優勝に絡むような戦いしてもらいたいですね、はい、世界はすごい大きくてそんな簡単じゃない世界っていうのは分かったんですけど、あの自分の力もやってきた分出て頑張れたので本当にいい経験になりました。夢は世界チャンピオンなので、ここで終わらないでもっと練習して次へ優勝します。もう一人の10代大沢家臣、ロシアのクセモノコチネフに対し真っ向勝負を挑み、互角以上の戦いぶり。ところが本戦後半で失速、コチネフの連打にさらされ無念の4回戦敗退。躍動するロシアの若手で最も鮮烈な印象を残した24歳のエキモフ。1回戦ブラジルナンバーワンを一撃で粉砕、3回戦では相手の足を破壊、その凄まじい威力。日本の鎌田翔平を破ったコバレンコとの4回戦で再び衝撃が走る。しかし杉村さん、こういった若い選手が次から次へと出てくるロシア、本当に末恐ろしいですよね。そうですね、コバレンコ選手は3回戦で鎌田選手を破ってますからね、はい、さほど動きは速くないんですけど、耐久力と圧力があるみたいですね。3回戦で日本の優勝候補と言われた鎌田翔平を延長戦の末に下しました。新手大国となったロシアから送り込まれてきました新兵器、ゼッケン91番のコバレンコ20歳。そのコバレンコが前に出ます。下段、下段から突き、上段回し蹴り、エキモフの上段回し蹴り1本、なんとなんと鮮やかな左上段回し蹴り、20歳の新鋭を沈めました。会場内に戦慄が走りました。ただいまの試合、ゼッケン85番ブランクスラス、エキモフ選手、左上段回し蹴り一本勝ちです。虎視眈々、慌てず騒がず機会を伺う。日本重量級の雄、悲願の無差別級制覇へ新田翔輝、足技のファンタジスタ、覚悟の出陣森善十郎、一昨年の全日本王者安島恭平、いずれも優勝候補の一角に名を連ねる。この世界大会では集大成を見せたいですね、はい、本当に会場を沸かせたいですね、はい、全権140
安嶋恭平4回戦の戦いが始まりました。ロシアの若い20歳のアショット・ザリアンが4回戦の相手です。さあ杉村さん、苦労人でありそして全日本王者の経験もある安嶋がやってきました。そうですね、アキレス腱切ってからですからね、はい、試合感が戻ってればいいんですけどね。そうですね、対戦相手は本当に一発を持ってて怖い選手ですからね、はい、倒されなければっていうところですね。今左の下段回し蹴りを出しましたが、いや鳴島さん、はい、その断裂したアキレス腱断裂の大怪我を負ったその左でもしっかりと攻め出てますよね、この大会。何よりも彼の精神力ですね、はい、去年の全日本の戦いで連覇のかかるその大会で左足アキレス腱断裂の大怪我を負いました。半年間戦えず、そして復帰の舞台がこの4年に一度の世界大会です。いや村田さん、そういう怪我を乗り越える時というのはこれ選手当然焦りもあると思いますが、ただどういうところをこう気をつけながら実戦復帰こう頑張っていくものなんですか。やっぱり恐怖心というのはあると思いますよ、怪我に対する、まあ、それを乗り越えての試合になると思いますので、はい、なんとかいい結果になってほしいもんですね。そうですね、その痛めた左の蹴りそこもしっかりと出してきます安嶋恭平です。2回目のこの世界の舞台、さあしかし相手が左の中段回し蹴りを出してきます。鳴島さん、はい、今どうなんでしょう、戦い方としてはどういう風に今なってますか。一応安嶋君が相手の出方を見てるっていう状況だと思うんですけど、ね、あそうですか。このザリアンの突きが強いんで、突きをもらわないことですね、はい、そこからのものすごい速い蹴りが飛んでくるわけで、そうですね、はい、今も突きからリズムをつかもうというこのザハリンです。この安嶋君のローいいですよね。そうですね、はい、そして青野さん、はい、当然この安嶋恭平選手に対する期待というのはさらに高まるものあると思いますがいかがでしょう。そうですね、相手のアショット選手がコンビネーションが本当にうまいなと思ったので、この試合本当に楽しいですね、見てて面白いです、はい、2013年の全日本無差別級のそのタイトルを取ったこの安嶋恭平、ロシアのこの20歳ザリアンをどういう形で退けて夢へ近づくか。打ち負けちゃいけないですね。さあここは相手がつけていきます。これに上回らせていきたい。コンビネーションで攻めてくる。安嶋前に出たい、なんとか前に出たい、そして攻めていきたい。残り時間は本戦ほとんどありません。ここで今本戦終了。自分の思い全てを出し切れたかどうか安嶋恭平。白が安嶋、そして赤がロシアのアショットザリアン。判定は5対0ロシアのアショットザリアン判定勝ちです。安嶋恭平を下しました。安嶋恭平を倒してアショットザリアンが5回戦進出です。自分が優勝できるもんだと思ってそういう思いで稽古してますね、まあ、一応今回は最後に引退を、まあ、覚悟して出る大会ではありますね。4年に一度の世界選手権4回戦はこれから C ブロックに入っています。すでに日本人選手5回戦には3名進出。さあそれに続いていけるか日本森善十郎です。戦う相手はロシアのラシャ・ガバラエフ。さあ杉村さん、はい、2回目の森この世界の舞台ですが前回世界で敗れた相手と4年越しのリベンジマッチということになります。そうですね、まさに4年前のこの舞台で彼に敗れて、
森の評価は地に落ちたわけですよね、それが4年かけてここまで、盛り返したというかですね、で今回は引退をかけての試合だというの で、 そうです、ね、絶対に負けられない試合ですね、はい、さあ鳴島さん、はい、その4年かけてこの森どういったところが良くなって2度目の世界選手権を迎えていますか。やはりいろんなものをこの4年間で備えてきて、はい、特にその精神的な成長があったことと思います。ここでガバラエフに対して押しの今注意が与えられました。さあ膝を出していきます。ちょっとこれはケリーが下腹部に入ったようです。さあそして青野さん、はい、この森選手の魅力というのはどういうところに感じてますか。去年も取材に行かせていただいた選手なんですけども、はい、やっぱりこう蹴り技がいろんな技を持っているので、そこが見ていて楽しいなと思います。はい、その代名詞といえる蹴りをしっかりと出せるかどうか。いや村田さん、はい、一度敗れた相手に同じ舞台で戦える、これ当然選手としては期するものありますよね。いやもうもちろんですよ、ここでね接続しなかったら男じゃないというような気持ちでいるでしょうから、はい、しかも自分の空手、その空手にかけた選手生命、その全ての集大成と話すこの一戦です。さあ得意の蹴りが森前十郎で始めてきました。今も一つ左の下段回し蹴り、相手がバランスを崩しています。鳴島さん、はい、ここまでの展開は森どうでしょうか。いいと思うんですけども、はい、ガバライフ選手ちょっと前に出すぎてちょっとは押しが気になりますね。あ、そうですね、はい、さあ2度目の押しの反則、これで減点1。ガバライフこれは苦しい状況になりました。さあ残りは30秒切っています。これ森選手の飛び道具、気をつけた方がいいですね、はい、しっかりとそのあたり試合の終盤集中力切らさずにいけるかどうか。森前十郎4年前に敗れた相手、得意の胴回し回転蹴りをは森前十郎が見せます。さあ夢ついえたその時の相手、2度目の世界選手権、森がこの4回戦今本戦終了です。これから判定に入ります。白が揃いました。森前十郎4年前悔しさを味わった相手を破り5回戦進出決定です。さあ杉村さん、はい、森のこの4回戦の戦いはどういうふうに映りました。そうですね、森はこの体でベンチプレス200キロ持ち上げるって言いますからね、はい、前回は勝ちましたけど今回はその圧力に押さなきゃいけないっていう状態になってしまったんでしょうね。さあ森前十郎5回戦進出を決めています。自分からやめる、よし、すべて自分からやめちゃってるから、よし、大丈夫です。自分からやめちゃってる。ここまでの放送は永谷園と ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからは永谷園と ご覧のスポンサーの提供でお送りします。5回戦進出者16人中ロシア人ファイターが9人を占めた。やっぱ極真からだったらやっぱ無差別のチャンピオンを取ってやっぱ初めて人に言えると思いますので、俺が絶対やってやるっていう、俺が絶対取ってやるっていう気持ちを持って、100% の気持ちで臨みます。悲願の世界王者へ、1回戦から盤石の組手で相手を圧倒し、4回戦もニュージーランドのマクキノンに何もさせず完勝、5回戦まで順調に歩みを進めた。白上がった、新たトーナメント5回戦進出。しかし5回戦ロシア重量級トップのアフメドフと一進一退の攻防、試合は再延長戦にまでもつれ込んだ。さあそれでは再延長戦2分間です。
青野さん、はい、両者とも本当にこれ苦しいでしょうね。そうですね、3回戦までが本戦2分で、この4回戦からは3分になっているので相当辛いと思いますね。はい、この戦いは5回戦、今日両者ともに2試合目になります。さて杉村さん、この状況どうですか。今突きが効いたような感じもしますけどね。はい、新田の突きはどこがいいですか。タイミング、まあ、先ほど成島副監督言ったようにタイミング狙ってますからね、うまく入ってくれればですね、ダメージあると思いますね。成島さん、はい、これは新田どんなタイミング狙いたいですかね。はい、下突き、はい、そして中段、今三日月出ましたね、はい、新田が三日月ですね、はい、左の三日月蹴り、そして前出ます。これどうですか、成島さん聞いてますか。聞いてると思います。左から右、はい、ここ続けてもらいたいですね、はい、これ成島さん、もう一発蹴り出した方がいいですか、どうですか。そうですね、ついてからの蹴りですよね、はいはい、ついて引き離したところを蹴りを入れたい。距離が空いたらすぐに三日月で。世界の舞台第10回大会はニコラシブリに敗れてベスト16止まりでした。4年間やってきたことを確認するためのこの大会。下がっちゃダメですね。下がったか、下がったか。ルスランが前に出る、ロシアのルスラン、この今のタイミング、ロシアの勢いが増してきました。空手大国ロシアからルスランが踏める踏前出る、左から右、そして下段。あ、成島さん、ルスランも前出ますね。はい、壮絶な打ち合い。村田さん、もう気持ちの戦いですね。それ以外ないでしょうね。はい、いや、道着が血に染まって連打します、連打します。今回突き、新田さあ突きを、己の殻を突き破るべく拳を突き上げました。新田勝機、再延長戦を戦い抜いた。2分間が終了。判定取ります。白1-1、引き分け1-1、白。新田準々決勝進出、再延長戦を制しました。新田選手が判定勝ち。青野さん、はい、やりましたね。新田すごい試合でしたね。村田さん、はい、お互いあの道着に、この道着が血に染まる壮絶な戦いでした。まあ死力を尽くしたという言葉にふさわしい試合でしたよね。はい、ただ戦いはまだ準々決勝。苦しみながらも5回戦進出を決めた新田。ここから日本人ファイターたちが試練を、そして現実を味わう。長年の戦いで満身創痍の森、引退覚悟で臨んだ今大会だったが、迎えた5回戦、ブルガリアの強豪ダミアノフの圧力に苦戦を強いられた。強豪を迎えていますが、いや、成島さん、はい、ダミアノフに対して注意すべきポイントというのはどういうところなんですか。やっぱり止まらないことですよね。止まらないこと、はい、今の上段も来ますし、はいはい、上段に膝がやってきました。今の木山監督が唱えているその機動力ですよね、はいはい、常に動く、動いた中でそう技につなげると、はい、今も突きからさあ自分のペースをつかめるかというこの森善十郎。今回でこの競技人生、選手生活にピリオドを打つ、そういう決意で森善十郎は話しています。1回目の世界選手権、4年前はプレッシャーがあって、そのプレッシャーに押し潰されたと、そんな風に本人を振り返ります。成島さん、はい、もっとこれは森言っておきたいですよね。そうですね、あ、この危ないですよ。あ、そうですね、また右が来ました。残り時間、本戦ほとんどありません。中量級で活躍する森善十郎、重量級でヨーロッパを引っ張ってきたザハリ・ダミアノフ。森の蹴りが出る、そしてダミアノフも返す。ここで本戦3分終了。判定になります。判定、赤が2本、そして引き分けが2人、主審はダミアノフ。判定3対0、ダミアノフ準々決勝進出。
思ってやれたんじゃないかなという気持ちもあるんですけれど、まあ、これがやっぱり世界の壁だなというところかなと思います、まあ、ちょっと試合の内容と自分の気持ちをもう一回整理して考えたいなと思ってますけれど。森善十郎、これからいかなる決断を下すのか。日本勢の試練は続く。上田幹夫とイリア・カルペンコの5回戦は両者決め手のないまま再延長戦を迎えた。そうですね、再延長戦突入です。しかし青野さん、はい、この再延長戦に入りましたが両者の戦いどうご覧になりますか。そうですね、でも上田選手はやっぱり1年前と体格も違いますし、はい、これから今後、今肘が入りました。反則です。これはいけませんね。カルペンコの肘、上田の顔面、あ、顎に入りました。これは鳴島さん、はい、偶発的なものですかね。そうですね、ちょっと気が抜けているところ、はい、あまりいいことではないですね、これは。はい、反則の倒れた後でもこう動けるんですか、ね、動くことはできますが、ダメージによりますよ。でも本当に、うん、二度と立ち上がれないようなダメージもありますんで。赤1、2、3、4、5、顔面を注意、置いて、突こう。当然これはカルペンコに反則です。注意が与えられます。さあ試合再開、激しい突きの連打、近い距離、近い距離、さあお互いに突き、激しい突きの連打、何かスイッチが入ったかのように両者とも突きの連打です。鳴島さん、はい、この突きの応酬をご覧になってどうでしょう。そうですね、ここでお互いこう行かなきゃいけないところだと思うんですけども、はい、応援すぎてもまた次の展開につながっていかないと思うので、はい、落ち着いて相手を見てもらいたいですね。はい、青野さん、はい、もうこの再延長から先はありませんから。あ、そうですよね、行くしかありませんよね。そうですね、本当に頑張ってもらいたいです。はい、さあ間合いを図っているカルペンコ、下段で返す、上田遠回し、これは空振りです。残り1分を切っています。残り1分を切っている20歳の上田幹夫。村田さん、ボクシングもそうだと思うんですけども、戦いの終盤の動きというのはこれ審判に与える影響あるでしょうね。大きいと思いますよ。やはり最後に攻めた方っていうのはすごく印象に残りますからね。はい、となると村田さん、当然ながらここ上田としてはできる限り行かなければならないところですよね。ここも下がったら負けですよね。はい、今上田を支えているのは精神だけか。前蹴り、これは掴まれた、呼ばれている、距離が縮まった。カルペンコも下段突き、突き、カルペンコの突き、これは顔面を出さ、残り時間が少ない、ここで再延長戦が終了です。体からは血がにじんでいます日本の上田幹夫。史上最年少の優勝の期待がかかる今大会はかなりフィジカルを強化してきました。対するはロシアのイリア・カルペンコ。カルペンコはこれが3度目の世界大会、第9回そして10回と出場してきました。さあ判定です。3本以上上がりません。体重判定となります。体重判定です。これより測定を行います。10キロ以上の差があった場合軽い方が勝ちとなります。体重判定、上田幹夫選手 91.05kg。 ノーメルストラックはディベノスタイリー1ページ自社的キワグラム。ゼッケン72番イリア・カルペンコ選手
90.80kg。 やはり10キロ以上の差はありませんとなると名島さん、はい、これは試し割り判定ですね。そうですね、先ほど行われました試し割りの判定になります。ゼッケン49番上田力雄選手22枚。上田は22枚です。ゼッケン72番イリア・カルペンコ選手21枚。上田生き残った。試し割り判定1枚差。カルペンコ21枚に対し上田は22枚、1枚差で生き残った準々決勝進出です。いやー杉村さん、わずか1枚差、よくやりましたね。成島さん、どんなお気持ちですか。そうですね、本当にあの全てを出し切ってまたそのしわれでも勝つっていう風な形で、あのいい勝ち方だと思います。はい、村田さん、この死闘、はい、いかがですか。いやまだここから試合が続くことが考えられないですよね。優勝に向かってはまだまだ道は続きます。長い道のりが残されている上田美希夫。会場中が注目する高橋優太の5回戦。対するは谷川、大沢と2人の日本人選手を破ったロシアのコチュネフ。トーナメントは5回戦です。日本の高橋優太、初めての世界大会前蹴りを出しました。対するはロシア、昨年は全日本8位、190センチの長身です、キリル・コチネフです。さて杉村さん、あっと顔面オーダー、右の突き当たりましたね。はい、政権が高橋の顔面を捉えてしまいました。どうでしょうか、今倒れ込んでいます。杉村さん、今どうですか、流れの中で出てしまいましたか。そうですね、前回前の試合でも叩かれましたからね、はい、ちょっとダメージが心配ですね。あ、これスローで見ると顎に入ってますね。顎ですよね、成島さん、はい、村田さん、この突きというのは、まあ、パンチというのはこれ顎っていうのは、まあ、わざとではないんでしょうけど、はい、1日に、ね、やっぱり2回もこうやってダメージで倒れるっていうのは本当に危ないんで、はい、ちょっとねやっぱり気をつけなきゃいけないですよね。そうですね、そのあたり顔面オーダーのダメージ高橋心配です。注意がコチネフに与えられました。正確に当ててくると言われるキリル・コチネフ、ロシア、前蹴りで前出る、そして下段、高橋の下段、そして距離を詰めてきましたコチネフです。コチネフは本当にあの強い技を持っているという選手ではないんですけれども、はい、あのコツ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 嫌なところを攻めてきますよね。ですから成島さん、この細かい攻撃がやがて相手には大きなダメージになるわけですか。そうですね、あの全て奪われていくというか、はい、スタミナもそうですし、はい、下段です。高橋下がりながら打っていく、突きからの下段。杉村さん、はい、下がりながらの高橋この攻撃どうでしょう。下がりながらなのか下げられちゃってるのかちょっとあれですけどね、はい、まあ有効に効いてくればいいですけどね、はい、かなりこれコチネフの圧力が強いわけですか。そうだと思いますね。前へ出てくるロシアの重戦車キリル・コチネフ。ただ高橋の攻撃もかなり警戒してますよね、あっと画面が画面入った。今度は高橋が顔面オーダー。一発ずつこれは顔面に入れ合う形となってしまいましたが、今度は高橋に反則の注意が与えられます。お互いに気持ちが高ぶっているトーナメントの5回戦。突きから、そしてまた前出てくる膝、コチネフの膝、左で返します、左の突きで返す、
しかし鳴島さん、はい、かなりコチネフ足が出てきますね。そうですね、ここはあの高橋選手止まったらもうダメですよ、はい、これ足を使って鳴島さんどうすればいいですか。そういうとまず突きからですね、はい、突き、はい、しかしながら押してくる、押してくる、はい、杉村さんかなりコチネフ、ああ伸ばした、ったこれは、これはこれは技あり、腹心が、腹心2人が技ありを取りました。止めず、あー取りませんね、腹心は2人、技ありを取ったのは2人でありました。試合再開、前でのコチネフ、コチネフが前で打たれながら苦しい顔しちゃいけないですね、はい、さあアクセルを踏んでくるコチネフ、青野さん、はい、コチネフもスタミナありますね。これだけ動く選手は相当やりにくいだろうなって思います、はい、あっと上段回し蹴りが出た。まだ鳴島さん、はい、大技これありますね高橋。そうですね、ちゃんとカード転げてないと高橋君も危ないですよ、はい、初めての世界大会、かつては天才高校生と言われた男、あれから5年の月、またもや大技を出してくる。残り時間が少ない、前蹴り、高橋も前に出る。さあ日の丸を背負っている上段回し蹴り、また前に出るコチネフ、止まることを知らないロシアのコチネフ、戦い抜きました。両者の対戦、勝負は判定です。胸のあたりが真っ赤になっている高橋、そしてこちら前へ出続けたコチネフ、旗はコチネフに上がった。日本の高橋がベスト16で姿を消しました。準々決勝に勝ち進んだのはロシアのキリル・コチネフ。判定基準はダメージ、有効打、そして手数、この3つで判断されます。杉村さん、どんな思いですか。そうですね、まあ、惜しかったですけど、打たれながらの苦しい顔っていうのは本当直していかなきゃいけないですね。そのあたりが高橋にとっては課題でしょうかね。そうですね、ベスト8に残った新田と上田に試練が待ち受ける。 5th round A ブロック、ゼッケン1番新田翔輝、日本決勝、なんと再延長戦です。最後の2分間の戦い、前回第10回大会はベスト16止まりでした。新田翔輝、前回大会の壁はすでに越えました。新田、あと目指すは頂点、目標値は頂点、そのためにはここで止まるわけにはいかない。新たな下段、鳴島さん、この下段どうですか。これいいですよ、はいはい、ここの下段で止まっても少ないですね、はい、あーとコチネフも攻めをやめません。杉村さん、コチネフも体力ありますね。そうですね、崩されてもすぐ持ち直しますからね、まだまだいけるっていう感じがしますね。隙も足も出ますよね。そうですね、動きはまだ止まらないですね、はい、コチネフも下段、しかし鳴島さん、はい、かなり新たな攻撃当たってるんじゃないですか。そうですね、はい、だんだんやっぱりコチネフも止まってきてるんで、はい、はい、青野さん、はい、見てる側もかなり力入りますね。もうそうですね、もう見てるこっちが苦しい試合ですよね。試合再開です。前蹴り、新た攻撃が当たるようになってきた。
再延長戦、残り1分を切っている。コチネフも出てくる。しかしながらこれは行かないといけないですね。コチネフが、コチネフが動きが止まらない。コチネフがアクセルを踏んでくる。史上最強のエンジニア、ロシアのキリル・コチネフ。あ、これはコチネフのお尻に対する注意です。しかしコチネフも苦しい、コチネフも苦しい。両者とも口が開いている。もはや両者を支えているのは精神力だけか。20秒を切っている。コチネフが動きをやめない。膝、新田も拳と、そして下段蹴り。新田もいいですよ、はい、頑張ってますよ。新田も下段蹴り、下段、左の下段、そして下突き。新田下蹴り、下突き、政権下段蹴り。再延長戦2分間が終了。全てを出し尽くしました。今回は挑戦者として挑みたいと語っていた新田、これは差がつかない。再延長戦、差がつきません。体重判定となります。10キロ以上の差がありますと、これは体重の軽い方が勝ちとなります。ゼッケン1番新田翔輝選手 103.80kg。ノベラキー荒川選手一人に気持ちにしてあげてもらう。新田は 103.80g。10キロ以上の差があります。体重判定によりまして、ロシアのキリル・コチネフが準決勝進出。日本の新田翔輝、準々決勝ベスト8で姿を消します。杉村さん、日本の新田の戦いぶり振り返ってお願いします。そうですね、頑張ったとは思うんですけど、ちょっと最後詰められなかったっていうのが敗因ですね。ただまあ、いつものように倒されるとかそういうことがなかったんで、まあ、この場で多少の成長というのもあれですけどね、また次につなげてもらいたいですね、はい、新た敗戦のショックが冷めやらぬままの会場に、この後さらなる衝撃が。さあ、これで日本勢残すはあと1人、上田美希夫に期待がかかります。極真空手世界選手権準々決勝、日本の上田美希夫、日本人はただ1人となりました。対するはフランス、こちらもただ1人、ジマ・ベルコジャ。近い間合いです。成島さん、はい、この2人の対戦どうご覧になりますか。まあ、ジマのパワー、また上田君のこう回転力ですね、はい、どちらが上回るかというところですね。まあ、このジマ・ベルコジャもフットワークが非常に良くなった、そして戦いが向上したと言われています。近い距離、上段、これは当たりません。足を使って一旦距離を取る上田美希夫、史上最年少優勝の期待がかかります。これまでの記録は20歳と7ヶ月上田は今日が20歳と205日ですから。あっと、これは技ありか。副審は3名が1本、あ、1本です。どうぞお願いします。なんとなんと、日本の上田美希夫、ここで姿を消しました。下段ですか、足、膝かもしれないですね。この下段の時に
左の下段回し蹴りですか、どうでしょうか。はい、左の下段回し蹴りで右の足膝でしょうかね。あーと、この瞬間史上最年少優勝の夢、さらには日本人優勝の夢がついえました。役割を果たせなかったというか、まあ、結果もっと上を、ね、求められてたわけであって、その辺こう次の大会までにつなげてもらいたいです。出た、ね、結果ですから、これは現実なんでしっかり受け止めていかないといけないと思います。選手たちの、まあ、緊張プレッシャーが非常に強かったのかなというのは一番思いますね。稽古してきたことが、まあ、出せなかった、そういったところはかなり出てます、このままでは終われないので、ただ、まあ、今回のこれだけの敗北ですから、まあ、簡単に、ね、次は取りますということも、ね、一言では言い切れないので、まあ、じっくりとですね、次回に向けての対策を練って、新しく、ね、出た目もありますから、ね、そういった選手たちは、まあ、どっちにしても今回いい経験をしたので、それなりの力も見せてくれましたから、まあ、第1回目の、ね、世界大会だったということで、まあ、彼らには2回目3回目があると思うので、そこを目指してもらいたいと思います。ブルガリアの精密機械ザハリ・ダミアノフ、オールアメリカンを3連覇した実績を持つダミアノフ、常に安定した成績で世界のトップを走り続けている。今回が3度目の世界大会、ダミアノフの実績に世界王者という称号を加えるチャンスが訪れた。トーナメントの戦い方を熟知したかのようなダミアノフの戦いぶり、無尽蔵のスタミナにクレバーな組み手で、準々決勝もロシアのメゼンツェフを圧倒、ベスト4進出を果たした。シベリアの猛虎、その名に恥じないダルメン・サドボカソフの圧倒的な強さ、派手さはないものの穴のない組み手と重い下段蹴りに相手は次第に疲弊し、ダルメンに屈する。ダルメン・サドボカソフ、ロシア、準々決勝は今大会台風の目となったザリアン。ダルメンの下段蹴りとザリアンの突きが交差するたび、会場に響く鈍い音、最後まで威力が落ちなかったダルメンがベスト4進出。ちょっとザリアンは苦しくなってきたか。までついにベスト4の選手が出揃いました。ここからは極真会館門下生であります長嶋一輔さんにもお越しいただきました。長嶋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、熱戦が続いていますけれども、長嶋さんはこの大会世界選手権ですが、どういうふうにご覧になってますか。大変悔しいですけども、ロシア勢の台頭っていうのが、はい、もう毎年のようにこの日本の牙城を脅かしているっていうこの図式がですね、さらにここまで広がったっていうことで、日本人選手頑張ってますけども、はい、残念であります。そうですね。さあ、いよいよ4人に絞られたトーナメントですけれども、勝ち上がってきたこの4人の顔ぶれ、ご覧になっていかがでしょうか。そうですね、まあ、日本選手負けてしまったのは残念ですけど、勝ち上がった選手、順当といえば順当ですよね。厳しい戦いを数年間繰り広げた、トーナメントの厳しさを知ってる選手が上がってきたというのは印象を受けますね。なるほど。成島さんはどういうふうに分析されますか。そうですね、今杉村さんが申し上げました通り、まあ、その通りだと思うんですけども、とにかくその自分を貫き通せる強さ、それが一番じゃないかなと思います。どんな時でも自分の技術的にも肉体的にも精神的にも自分のまま戦えるっていうのはすごくやっぱり有利なことだと思います。まあ、壮絶な戦いになっていくことは間違いなさそうです。さあ、世界チャンピオンまではあと2つということになりました。決勝をかけた戦い、ご覧ください。フランスの希望、ジマ・ベルコジャー。大物食いファイターとして名を馳せるベルコジャー、悲しみに暮れるフランスに明るいニュースを送りたい。
はや過酷という言葉では収まりません。第11回極真空手世界選手権頂点まではあと2つの準決勝です。ここからは放送席長嶋一茂さんにも加わっていただきます。一茂さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。さて、試合が始まりました。白がロシアのキリル・コチネフ、そして赤がフランスのジマ・ベルコジャです。まずは成島さん、はい、このベスト4に日本人が残らなかった、これは2007年以来の敗北となりますが、この現実についてどう受け止めますか？非常に残念です。また深刻に受け止めなければいけないことだと思います。はい、そして杉村さん、はい、この中でまあロシア勢の活躍というのが目立っているわけなんですけども、フランス勢気を吐いているベルコジャどうでしょう？そうですね、だいぶ前から注目されている選手でしたけど、はい、ここまで来たのは初めてですからね、頑張ってもらいたいですけどね。そうですね、今年はオールアメリカンオープン4位に入賞を果たしました。杉村さん、着実にこの自力をつけているそんな印象でしょうか？そうですね、昔は接近戦ばかりでくっつくような試合が多かったですけど、はい、今はだいぶ考えて距離も取って上段への技の移行なんかも上手くなってますね。はい、松重さん、はい、コチネフとベルコジャ両者の戦いぶりご覧になってどんな印象ですか？そうですね、もう最初から言ってますね、やっぱり審判への印象点みたいなことも含めてですね、はい、もう最初から行くんだっていう感じで、もう本戦で決着つけたいっていう気持ちは両者出てますよね。なるほど。ロシアのコチネフは3回戦、4回戦、5回戦、そして準々決勝と日本人を倒してきました。日本人を倒して大きくなった、そして強くなった、この準決勝まで勝ち上がってきました。そのコチネフが前に出ます。コチネフの突き、やはり成島さん、はい、コチネフの攻撃が止まりませんね。止まらないですけども、その分ローをもらってますよね。はい、はい、この下段ですね、ベルコジャの下段、これ成島さん、はい、最終的にはベルコジャはこの下段で行くつもりでしょうか？あ、今の、はい、やはり膝ですか？最後に持ってきますね。はい、ある程度意識を下にしておいて、そして得意の膝を狙っていくのか。あ、突きで参ります。コチネフ、青野さん、はい、やっぱりコチネフも攻撃が止まらない。止まらないですよね。もう本当にこれまで戦ってきて、はい、ここまで動けるってすごいなと思います。はい、村田さん、はい、準々決勝では最延長を戦った選手とは思いませんよね、コチネフ。そうですね、やっぱりでもダメージは感じますよね。はい、さっきの試合に比べれば明日の運びが少し鈍いかなって感じがしますね。なるほど。村田さんはやはりフットワークに注目のようです。試合は残り時間20秒を切った。壮絶すぎる戦い、準決勝頂点まではあと2つ。お互いに突きを出す、近い距離、残り10秒を切る。膝、コチネフは膝、あ、膝、ベルコジャも出した。ベルコジャ前に出る、押しに対して注意、残り時間ほとんどない。ここで本戦終了。本戦終了。勝負は判定です。判定はダメージ、有効打、手数の3つを基準にこれは決められます。さあ、赤はどうだ。赤上がった。ベルコジャが決勝に進出です。フランス勢ただ一人の生き残り、初めての決勝戦進出を決めました。そしてロシアの日本人キラーコチネフは準決勝で姿を消しました。成島さん、はい、勝負の分かれ目どこでしょうか？やっぱりその下段を狙っていった、はい、またそれを、もらってしまったというところですね。ロシアの一角が姿を消した。ブルガリア、準決勝、ブルガリアの強豪ダミアノフ、そして去年の全日本王者サドボカソフ、ロシア、この両者の顔合わせです。いや、杉村さん、はい、本当に楽しみな顔合わせがこの準決勝を実現しましたね。そうですね、はい、2人とも技を持ってますからね。さあ、前に出ていこうというのがサドボカソフです。その中で
いや勝重さん、はい、どうでしょう、両者の戦いでポイントになりそうなところどういうところと思いますか。いや、 やっぱり準々決勝の時にね、サダボカゾフ選手相当スタミナをロスしたと思うんですけど、はい、本戦どうするのかなと思ったら最初から言ってますよね。そうですね、すごい無尽蔵のスタミナですね、はい、あ、ここは右の上段回し蹴り、そして旗が一本に変わりました。3度目の世界選手権、4度目の世界選手権、世界一への思いぶつかり合った両者、ダミアノフの一本勝ち。いやー、成島さん、はい、鮮やかな上段回し蹴りでした。そうでしたね、あの出てきたところにドンピシャリですね。はい、これが両者にとって7試合目です。全日本王者サドボコソフ4度目の世界選手権、そしてダミアノフ3度目の世界選手権、準決勝この右上段回し蹴り、ダミアノフ決勝進出を果たしています。本人にとっても思わぬ一本負け、これでロシア勢が全て消えた。さあ、4年に一度の世界選手権、ついに2人の選手が勝ち上がってきました。はい、決勝はジマ・ベルコジャ選手とザハリ・ダミアノフ選手の戦いになりました。ロシア勢がいなくなってのファイナルになりましたね。そうですね、どちらかというとね、はい、すごくオーソドックスな戦い方をする2人なので、あのなんかこうトリッキーな動きだとか、あのロシア の, あのパンチの連打のようなねいうことではなくて、なんかすごく正統派の空手の戦いが見れるんではないかなというふうに思いますけどもね。なるほどね、いよいよファイナルを迎えることになりました。ついに決勝戦です。ロシア勢がいなくなった中での決勝戦、果たして新時代を迎えることになるんでしょうか。注目の一戦、どうぞご覧ください。対ダミアノフ、いやー、一茂さん、はい、すごい顔合わせになりましたね。そうですね、はい、その予想はしてた方少なかったのかなと思いますけどもね、さあその中で一茂さん、どうでしょう、ポイントはどういうところと見てますか。そうですね、やっぱりダミアノフ選手上段すごくうまいので、はい、まあ、そこをどうやって警戒するのかなっていうのがジマ選手ですね、はい、フランスのジマが白、そして赤がザハリ・ダミアノフです。さあ杉村さん、はい、このブルガリア対フランスという顔合わせ、どういうところ注目されてますか。そうですね、まあ、日本でもなくロシアでもなく、ブルガリアかフランスですからね、はい、ただこう試合の流れを見るとダミアノフ選手の方が勢いがありますね。あ、そうですか。ジマ選手ちょっと疲れるとダメージがあるようですね。あ、はい、成島さんはここまでの戦いどういうふうに見ますか。ザハリがうまく試合運びうまくやってますよね。うん、3度目の世界選手権というザハリ・ダミアノフ、一方ジマ・ペルコジャは2回目の世界選手権です。いや、村田さん、何かこう両者の世界一への思いというのが伝わってくる、そんな戦いにもなってますが、まあ、世界一と世界二で全く違いますから、そのあたりに聞く思いはすごいと思いますよ。そうですね、さあ本戦
まずは3分ですが、早くも半分経過。いや、小野さん、決勝に来て両者の動き、やはりこう何か力増している、そんな感じもしますが。そうですね、でももうお互いに技術的にはもう同じレベルだと思うので、あとは気持ちの勝負だと思います。さあ、ここはダミアノフが前に出てきます。2014年のヨーロッパウェイト制のその重量級で決勝でこの顔合わせというのは一度ありました。その時はダミアノフが勝利しています。3度目の正直で世界王者になれるか。あ、どうでしょう、鳴島さん、はい、ちょっとこれはダミアノフの方が今来てますか。そうですね、もう足ちょっと消えちゃってますね。ちょっと力が入れない状態なんでしょうか。ペルコジャがちょっとこれは足にかなりのダメージを感じています。そして前に出る藤本選手、ここは待ってもらいたいですね。そうですね。さあ、フランスの第一人者と、そしてブルガリアの強豪、残り20秒、このままダミアノフが押し切るのか、あるいはペルコジャが一応見せるか。一旦待てがかかります。残り10秒、世界一と称号に向け、その全てを出し合う両者、今本戦3分終了。本戦終了。さあ、決勝戦、この3分で全てが決まったか。第11回世界選手権、白フランス、ジマ・ペルコジャ、赤ブルガリア、バハリ・ダミアノフ、旗はダミアノフです。3度目の正直、今ブルガリア、ダミアノフ、世界一の称号を勝ち得ました。第11回オープントーナメント全世界空手道選手権大会。いやー、こちらは、はい、ダミアノフと何か執念を感じました。もう終始戦い方は今大会変わらなかったですし、まあ、スタミナスピード多少落ちてるとは思いますけども、はい、感じさせなかったですね、戦い方に。そうですね、盤石な戦い方が見れました。はい、いや、杉村さん、決勝であれだけ相手を圧倒できるというのはもう恐るべしという一言だと思いますが、いかがでした。そうですね、体力、気力とも充実してた証拠ですね。はい、いや、素晴らしい戦いでしたね。そうですね。あ、そして笑顔で今関係者と握手を交わします。成島さん、どういうふうにダミアノフの戦い見ました。そうですね、ザハリは今まで力がありながらなかなかあのトップまで手が届かないあのことがずっと続いてたんで、はい、今回すごく良かったと思います。でまた日本の選手はこれを見てどう感じるかですね。はい、2007年にベスト16、2011年に5位、そして掴んだ3度目の正直、世界一の称号です。いや、村田さん、はい、この世界一のこの空手家のその姿というのは今どういうふうに見えますか。やっぱりいいもんですね、世界一になる選手の輝きというのは、はい、すごく現れていますね。そうですね。どうでしょう、そのダミアノフの戦いから村田さん、刺激を受けた点というと何かありますか。もちろん刺激を受けるところは 大きいですね、はい、やっぱり自分の戦い方を最初から最後まで通して、うん、して見事に勝ち取るというのは、はい、超一流の証ですよね。さあ、そして青野さん、はい、この決勝の戦い、どういうふうに見ました。そうですね、やっぱり192名の中の頂点なので、やっぱりそれだけ厳しい練習をしてきたんだなっていうのは感じました。うん、そうですね。ブルガリア30歳、ザハリ・ダミアノフ、4年に一度の大舞台空手世界選手権を制しています。3日目始まった時点ではあたかもロシア対日本というような、ね、様相を呈していましたけど、結果フランス対ブルガリアということで、まあ、新しい国の新しいチャンピオン決勝戦というかね、まあ、非常に良かったと思いますし、内容的にも充実した2人ですから、本戦で、決着はつきましたけども、非常にいい試合だったと思います。実際その日本が勝てなかったというのは、まあ、今回も勝てなかったと、ね、言えると思うんですけど、これは猛省というかね、強く反省していかなきゃいけない、そういうことだと思うんですけど、現状の日本選手を見たときに、このままそのスルッとこう優勝してよかったのかといえば、私はそうではないと。やっぱりこの次に12回13回目指してね、日本がリーダーシップを取れるように、組織的にもそうですけども、選手たちもね、世界全体を牽引できるようなね、選手をこれから、まあ、
一つこれをきっかけにね育成していきたいというふうに思っています。世界選手権の翌日、女子無差別級の大会も開催。世界14カ国42名が参戦したトーナメント戦、男子だけでなく女子も若い選手の活躍が目立つ大会となった。3大会連続で外国人選手が優勝を果たすこととなった極真空手世界選手権。しかし創立51年目の新たなスタートにふさわしい新時代を予感させる大会でもあった。2020年に実現するかもしれないオリンピックの舞台でも極真選手の活躍に期待したい。この放送は永谷園と ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。